ヘリコプター SH-3C キングに搭載前の T58 エンジン点検ゼネラルエレクトリック T58 はヘリコプター用に開発された米国のターボシャフトエンジンである。最初の稼働は1955年で、以後1984年まで製造され続けた。1959年7月1日に民間のヘリコプター用として FAA の形式証明を取得した最初のタービンエンジンとなった。このエンジンはイギリスではグノームとしてデファビランド社によりライセンス生産及び開発が行われたほか西ドイツではクレックナーフンボルトドイツ社によってまたイタリアのアルファロメオや日本の石川島春馬重工でも製造が行われた。開発は重量400ポンド以下でありながら800馬力の 出力を備えるヘリコプター用ターボシャフトエンジンを欲しいとのアメリカ海軍の要請で1953年に始まった。ゼネラルエレクトリック社は最終的に重量わずか250ポンドで出力1050馬力のエンジンを開発し、ほどなく受注生産に入った。初飛行は1957年に改良型シコルスキー HSS-1 で実施され、 CT58 から100の民生用での認証は、その2年後に取得された。T58 には、次のような他とは異なる機能がいくつか組み込まれている。全軸流コンプレッサ。このパワーブラケット内にある他の大半のターボシャフトは、最終的な圧縮段階として、延伸ユニットを備えている。その結果、コンプレッサ後部のブレードは、非常に小さく、非常に薄くなっている。 断片速度でのコンプレッサーの取り扱いがユニット全部に数列並んでいる可変式ステーターによって容易になされる。これは同エンジンが最初に導入された時かなり目新しい特徴であった。単断パワータービン。これがエンジン後部にパワーを供給する。高温の排気流は傾斜したジェットパイプによって出力軸から離れるように横方向へと向けられる。燃焼器は 反転式というよりも直流式のアニュラ型設計である。エンジンの主な生産バージョンは T58GE-10 で1400馬力が開発された。最も強力なバージョンの T58GE-16 は1870馬力を生み出す。パワータービンの撤去によってターボジェットエンジンに改造された2台の T58 が マーベリックツインジェット1200のエンジンとして使用された。1968年のインディアナポリス500レースに出場したキャロル・シェルビーのタービン車は T58 エンジンを動力としていた。吸気口の最大許容サイズに関するサ作区の規定を誤魔化すために可変吸気口を使っていたことが判明し、その車は失格となった。ゼネラルエレクトリック t や ライカミング T53、T55 のようなターボシャフトエンジンは、高性能パワーボートや、総動線、水ジェット噴射のレースボート、ハイドロプレーンに動力を供給するのにも使用される。これらのボートのいくつかは、オープン操縦席のプレジャーボートであるにもかかわらず、時速 320km を超えて走行する。ウィンザーロックスのブラッドレイ国際空港にある、ニュイングランド航空博物館には、 U と 58G-2A の断面模型が展示されている。一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。